今日のメッセージのタイトルは万民の誇りです。五年生のマーユソンさんが聖書を拝読します。恵みを受ける聖書です。第一コリント11章1節です。拝読します。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。アーメン。恵みを受けますように。今日メッセージを取り継ぐ孔子先生を紹介します。愛する先生は父なる神様主道会長先生をとてもとても愛される先生です。今日私たちに父なる神様を第一に愛して美しい新しいエルサレムへの希望があふれるにするイーミヨン先生です。先生が講談に来られました。ハレルヤで力強く迎えましょう。ハレルヤ。2019年子ども手術礼拝を捧げるように祝福された父なる神様に全ての感謝と栄光を捧げます。今も私たちをとても愛して心に抱いて祈っておられる道会長先生にも感謝します。道会長先生の職務代行として使命を果たしているイスジン先生にも感謝します。いつも私たちに子どもたちのために祈ってくださるキトン長先生にも感謝します。心と思いと誠を尽くして子どもたちをいつも子どもたちに仕えてくださる校長先生、教頭、指導教師、部長、また教師と皆さんに感謝いたします。また特別賛美をしてくださった方にも感謝します。司会、大奥と聖書の拝読、とても立派にしました。ありがとうございました。父なる神様は愛する子どもたち皆さん一人一人が万民の誇りになることを期待しておられます。世の人々の前でも堂々として全てのことに神様に栄光を返す皆さんになることを望んでおられるのです。皆さんが神様を信じて聞き従っていくほどいくらでも神様の恵みによって強くされることができます。罪がはびこっているこの世の中でも真理で光を照らすことができるのです。今日の本文11の1節、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいとあります。真理が何なのか、皆さんがどう行ってこそ祝福されるのか、道会長先生は教えてくださり、証拠もたくさん見せてくださいました。それで皆さんは多くのメッセージを聞いて真理をよく知っています。そのメッセージを皆さんの心に完全に留めますように、一瞬一瞬皆さんの暮らしの中でどうすれば神様に喜ばれるのか、どうすれば神様の恵みをいただいて強くされるのか、いつも考えていますように。私はまだ小さいから一生懸命しなくてもいいだろうと思うのではなく、いつも真理で見て聞いて真理で思うと努力しなければなりません。そうするとき神様は皆さんのすべての歩みを導いてくださいます。知恵と悟り、健康を与えて、心の願いに応えて、皆さんの将来を成功させてくださるのです。家族や友達、先生や友達にも褒められて、家族や隣人、先生や友達にも褒められて認められるようになります。今日の子ども手術礼拝を通して皆さんがいつも父なる神様の愛にとどまり、さらに真理の中にとどまりますように。それでどこへ行こうが神様に栄光を返す誇らしい万民の子どもたちになりますように。愛する子どもの皆さん、皆さんが万民の誇りになるためには第一、御霊による思いをしなければなりません。皆さんがたとえ
えば難しい状況に置かれても、いつも霊的な目で見て、御霊による思いをしなければなりません。世の人たちも心したいと言っています。同じ条件に置かれても、自分の心したいによってことがうまくいくこともそうではないこともあるという意味です。信仰にあってはさらにそうです。皆さんが御霊による思いをすると、それは霊的な行いをするようになり、御霊による実、祝福の実を結ぶようになります。しかし肉の思いをすると、その思いは肉的な行いにつながって、肉の実だけを結ぶようになります。御霊による思いと肉の思いについては、皆さんはよく聞いて知っているでしょう。簡単に説明すれば、御霊による思いとは、真理にあってする思いです。すべてのことに信仰、希望、愛を持って思い、いつも感謝、善、喜びで思うことです。反対に肉の思いは、憎しみ、わだかまり、つぶやきなどの真理でないことを思うことです。信仰のない思い、否定的な思いも、自分自身を気を落とすようにする肉の思いです。ローマ8の6節、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですとあります。自分が今、御霊による思いをしているのか、肉の思いをしているのかを見分けるには、このローマの8章6節の御言葉を照らしてみればいいです。私は小さい時で、小学生の時、また10代の時も、私がどう思うと、それが御霊による思いなのか考えてみたことがあります。で、その時、例えば満たされて命と平安がある時は御霊による思いでも、心が悩み苦しく重かった時は、ああ、これは肉の思いだと思ったのです。例えば、暮らし向きが厳しい家だとしましょう。こうする時、ある友達は否定的な思いで自分を苦しめて辛くします。友達の誰々ちゃんは家も豊かで、お母さんがいつもいて勉強も助けてくれるだろう。なのに、うちは親がいつも忙しく、お母さん、お父さんもいなく、私に関心もない。友達の誰々ちゃんは楽器や運動をしたいと言うと何でも学ばせてくれるのに、私はそれもできない。むしゃくしゃとする。うちはなんて貧しいの？私はいつまでこう生きなければならないの？と。これは肉の思いですか？御霊による思いですか？肉の思いです。神様に喜ばれない思いです。愛する子供の皆さん、このような否定的なことをずっと思うなら、現実が良くなったり、良い実を結べるでしょうか？で、かえって、もっとむしゃくしゃとして、気が抜けてしまって、何とかやってみようとする意欲もなくなります。悪化するだけです。悪化するだけですね。しかし、同じ状況に置かれても、ある友達は肯定的に思います。たとえ今は厳しくても、私が最善を尽くせば良い実を結ぶだろう。うちは豊かではないけれど、私には愛するお母さん、お父さんがいて、私が健康で努力できるのに、これだけでもどんなに感謝なのか。私はこんなに辛い環境にあったから、これから成功して暮らし向きの厳しい人たちに力と勇気を与えようと思うのです。今、私たちは祝福の試練にあってますが、ある友達は携帯の待ち受けのそのタイトルに、私は万民の牧者の羊ですと、そのように入れておいたのです。そして堂々としています。うちの道会長先生は、子どもたち一人一人に手を握ってくださり、このように施ししてくださいましたと証しをしている友達もいます。皆さんもそうしているでしょう。皆さんの思いが御霊による思いなのか、肉の思いなのか、いつも顧みますように。世には肯定的な思考や努力で何か逆境を乗り越えた事例がたびたびあります。しかも信仰にあっては、いくらでももっと大きい希望を持つことができ、世の人より感謝の条件も多くあるのです。
神様を知らないで地獄に行く人々が多くいるのに、私は福音を聞いて天国へ行けるので本当にありがたい。しかも、たっとい教会で命の御言葉と神の力を体験するから幸せなんだ。うちはたとえお金持ちではないけれど、たっとい教会に導かれ、神様にあって家族が健康で一緒に信仰生活をしてるから感謝だ。全能の神様が私のお父様であり、信じて求めるものはすべて受けたと信じなさいと言われたので、私は神様に頼ろう。最善を尽くしていくとき、神様が私を導いて祝福してくださるだろう。このように感謝して喜んで全真に信仰と希望で思うことができるのです。このように御霊によって思って神様により頼むと、神様の恵みと祝福が皆さんに望みます。私は道会女先生の長女です。私が小学校5年生の時、うちは貧しかったでしょうか、豊かだったでしょうか。私たちの部屋は5人家族が、で部屋一つでしたよね。その中で5人家族が横になるとぴったりでした。そしてうちにはダンスもなかったのです。布団をクローゼットがなく、小さいダンスの上に布団を置いてありました。そうしたしかし部屋の壁の中にはその週に覚えるべき聖句が貼ってありました。さっき司会やまた聖書を拝読するとき全部覚えている友達を見て本当にありがたかったのです。そのように部屋一つで5人家族が暮らしていてもとっても感謝でした。うちは曜日を数えるときこうしました。月曜日になると、ああ4つ、あこれから日曜日まではまだ1週間なんだと、水曜日になると、あと4つ、それから土曜日になると、ああ神様、明日は、まあ、あと1つで手術ですねと、このように慕っていました。万民の子供たちもそうでしょう。で楽器を演奏したり賛美をしたりするのもとても幸せそうにしていると信じます。第二、世のものが入ってこないように心を見守って真理で武装しなければなりません。皆さんがいつも御霊による思いをして心を見守って真理にあって真理の中にとどまると神様の御前に大胆になれます。しかし世のものが心に入ってきてそれを求めると霊的な大胆さはなくなります。すぐは何か困ったことが起こるのではありませんが、自ら申し訳なくなり不安を感じるようになります。礼拝の時間の恵みも冷めて火のように祈るのも難しくなります。勉強する時も集中できなくなります。まるで善悪の知識の木の実を食べてから自分で申し訳なくなって神様を避けたアダムのようなものです。第一ヨハネ2 15から17、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますとあります。私たち万民の子供たちは真理でないなら見ても聞いても手に入れようともしてはいけません。最近世の子供たち、あるいは中高校生、小学生は異性と付き合うそうです。幼稚園生もそのようだそうです。あの子が好きですとかそう言っているそうです。幼い年なのに濃い化粧をしたり、女性だけでだ男の子、女の子だけじゃなく男の子もネックレスや指輪、腕輪などをしているそうです。優しい言葉を使うよりは汚い言葉や
そのような汚い言葉を使ったりしているそうです。携帯やコンピューターで神様が嫌われるものに簡単に接するようになっています。ですからゲームにはまったりする、そのようなことが多くあります。もちろん前もこのような子供たちがいるのはいました。しかしそのような子は一部に過ぎなく、またそのような子供たち自らもこれはいけないと知ってはいたのです。しかし最近はそういう人があんまりにも多くなって、それが悪いとも知らないで堂々としています。こんな世の中でまかり間違えば、神様を信じている皆さんも肉に染まりやすいのです。携帯でゲームをしていて、どれほど時間が流れているのかも知らないようになったりします。世の友達がこのようにしている肉のものがよく見えて、もうみんなやってるのに何が悪いのと思ってうこともあります。しかし皆さんがよく見分けなければなりません。その一つ一つに真似していくのが、すぐは死に至る罪ではありませんが、それがあえてそんなことを追い求める心が神様の御前でふさわしいのか、神様の御前に大胆になれるのか考えてみなければなりません。コンピューターでゲームをしていて、教会に行く時間までそうしているのではないか、ちょっと考えてみなければなりません。愛する子供たちの皆さん、肉に属するものは一つ一つ追い求めれば求めるほど、だんだんもっと多く手に入れたくなります。あとは自制することもできなくなります。こうしてはいけないのにと思っても、そういう精霊の声に聞き従わず、さらにはまってしまいます。ですから世のものは最初から少しも受け入れてはならないのです。皆さんが大人より小さいと言っても、神様が皆さんに望んでおられる清潔は同じです。皆さんは小さいから、大人の方々は清められなければならないけれども、子供はそうではないということはありません。皆さんも清潔に向かって走っていけなければなりません。ですから神様を第一に愛して、天国を望んで自分がするところで実を結び、神様に栄光を返す生き方をしなければなりません。しかし世のものがよく見えるなら、それだけ皆さんの心に神様を愛する心がだんだん少なくなっていくということです。皆さんも真理の御言葉を聞いているから、肉と霊をよく見分けられます。これは肉の心なのか、これは御霊に属する心なのか、神様に喜ばれるものなのか、そうではないか、よく皆さんは知っています。ですから神様が喜ばれない世のものを追い求めるように誘惑する声が聞こえてくると、皆さんはきっぱりと断りますように。それは敵である悪魔サタンの仕業であることを悟り、イエス・キリストの皆によって大胆に退けますように。それでさらに真理を行う皆さんになりますように。祈ろうとしたのにゲームしたくなります。異性の友達に会いに行きたいです。そうする時はきっぱりとそれを遮って祈って、宿題をして、親の言うことに聞き従う皆さんになりますように。世を求めず心を真理で守ること、これが皆さんが祝福されて心の願いに応えられる近道です。今まで世を追い求めていた友達も、この瞬間心を決断して帰ればよいです。皆さんはイスジン牧師のことを知っていますね。イスジン牧師は大人ですね。でもイスジン牧師は小学校1年生の時、6歳、7歳の時、私はよく覚えています。小学校1年生の時どうしたでしょうか。1年生なので、大人よりは祈れなかったでしょうか。2時間、3時間ぐらい祈っても、祈りがずっと続けられたのです。それでと大人の方々が、ちょっと祈ってごらんと言うと、すぐ祈り始め、その威厳の祈りをして、だんだんひざまずいて祈っていましたが、この床にひざまずいて座布団の上で祈っていましたが、祈っているうちにだんだん前の方に進んでいきます。どんなに祈りを集中してしたか、そうでした。で、その祈りの内容は、父なる神様、清められたいんです。友達と仲良く過ごすようにしてください。誰々ちゃんを
伝道しましたが、一緒に教会に出てくるようにしてくださいと祈っていたのです。で、私はもう用を追い求めない、神様を愛して天国を期待していこうと決断して走っていけば、父なる神様がどれほど喜ばれるでしょうか。ソロモンが神様に喜ばれた時、神様はよで一番大きい知恵をくださいました。願ってもいなかった富や栄華までくださいました。皆さんもこのように神様に喜ばれ、求める頃は何でもいただく皆さんになりますように。愛する子供の皆さんが万民の誇りになるためには、第三、すべてのことにおいて誠実に行って身を結ばなければなりません。人の本分は神様を恐れることです。ところが、神様を本当に恐れる人は教会だけでなく、自分がいるすべての分野で誠実に身を結びます。つまり善果を通じて忠実であるのです。例えば皆さんの中でまだ主を信じていない、お母さんお父さんを伝道したがっている人もいるでしょう。ところが想像してみましょう。主を信じていないお父さんお母さんを伝道したいとはいえ、いつも親につぶやいたり癇癪を起こしたりします。そして教会を言い訳にして友達と遊びに行く時間も多くあります。あるいは勉強もおろそかにして成績はだんだん落ちています。するとお父さんお母さんはこのような子を見て教会に出てきたいでしょうか。そうでありませんね。皆さんが勉強しなければならないと言って、どうしても一番にならなければならないという意味ではありません。しかし神様の御前での道理も先ですが、子供としてまたが学生としての道理も尽くさなければならないということです。それで皆さんが家の中で、あるいは学校で自分のすべきことに誠実を尽くすなら、お母さん、お父さんが皆さんの言うことに聞いてくれるでしょう。また心を尽くして礼拝して祈る子供なら、他の分野でも誠実になるように聖霊に働きかけられます。このようにすべきことに誠実に行って身を結ぶ時でこそ神様の栄光となり、教会の誇りになります。皆さん、長老や監視の方々は教会に献金もしていろいろ奉仕をしています。それなら皆さんの報いは何ですか。例えば自分の妹や弟と仲良くしていると、天国の皆さんの家に御使いたちがその中で報いを積んでくれるのです。例えば天国の皆さんの家には、皆さんは今子供なので、その中にはおもちゃがいっぱいあるでしょうか。そうでありません。皆さんが天国に行けば33歳になるでしょう。ですから皆さんへの報いは大人の方々と同じように、皆さんの天国の家の中には冠や金銀などいろんな飾り物宝石などがあります。皆さんが伝道したり勉強をよくしたり、親の言うことによく聞き従ったりすることは、大人の方々の報いと同じようにそのように積まれるのです。私は小さい時とってもちょっと気になったのです。神様、大人の方々は1万ウォンも献金したりしますが、私は1週間一生懸命貯めても1000ウォンになったり、ある時は500ウォンしかならないのです。それで私は、神様、そうすると私の報いは少ないですかと祈ったことがありました。じゃあどれほど心と思いを尽くしたのかによって、大人の方々が捧げた献金と同じように神様は認めてくださるのです。例えば手術、お母さんから献金をもらってくるのではなく、1週間自分が食べたいものも我慢していろいろ貯めてきたその献金、そのようなことが神様には報いとなるのです。祝福となります。で、子供たちの中でも報いをいっぱい積んでいる子供たちもいます。例えば今日の礼拝の中で賛美をしたり司会をしたりする子供たちの家にも報いが積まれるでしょう。
皆さんが教会活動、学業など一日一時間の配分もよくしなければならないし、何をしようが適度にではなく心を尽くさなければなりません。どんな服が一番可愛いだろうか、ヘアスタイルは何にしようか、今日は礼拝の後誰と遊びに行こうか、少しだけ祈って友達と飲み物を飲んで話おしゃべりしようと思いながら教会に来るのではありません。神様、今日は私は神様、主の花嫁なので、綺麗に可愛くしていきますと、ボーイフレンドによく見せるためにそうするのではなく、神様の御前に可愛く見せるために、主の宮に行くから、神様、主に礼拝を捧げるから綺麗にしようとする心でなければなりません。そうしたでしょう。私も考えてみたら、手術一番きれいにしました。髪の、ヘアスタイルも一番かわいく、土曜日用意して、手術はアイロンをかけた、そのような服を着ました。神様の御前に礼拝を捧げるから、そのような皆さんの一つ一つが天国で報いとして積まれているのです。今日は神様がどんな恵みをくださるだろうとしたって、敬虔な心で聖殿に来なければなりません。心を尽くして礼拝して祈らなければなりません。勉強もそうです。親に言われているからではなく、はっきりしたと目標を持ってしなければなりません。皆さんの中ではっきりした目標を持っている友達がいます。そのような友達がだんだん大きくなって、それで大学生になりました。この前に会ったんですが、先生、私は外国語を一生懸命勉強して、同会女先生の海外選挙の力になりますと、そう言ったり、あるいは楽器を学んでいる大学生ですが、私は小さい時から楽器で神様に栄光を返したかったのですという証を聞いてみました。そのような変わらない皆さんの誠実忠実が神様に喜ばれますように。私は頭が悪いから一生懸命してもダメだ、塾にも行けないから、私一人ではできないと思う友達はいませんように。愛する万民の生徒の皆さん、第一テサロニケ2-19、私たちの主イエスが再び来られる時、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか、とあります。皆さんも決断してこうしなければ、決断して神様によって強くされるように祈れば大丈夫です。同会女先生は皆さんに世と共にならないように、お父さんお母さんの言うことをよく聞いて、友達と喧嘩しないようにとよく強調してくださいました。このような説教は世の友達は嫌ですね。友達と喧嘩してはいけない、世と共になってはならない、じゃあこのようなことは世の友達は嫌です。しかし皆さんは同会女先生のことが好きですね。このようなメッセージを聞いて、悔い改めて聞き従おうとするんですね。また神様に栄光を返す生き方を従っています。ですから皆さんを同会女先生はとても可愛くありがたいと思っています。将来主が来られる時、主の前で誇りの冠となりますように。私たちは小さいでしょう。長老の方、監視の方もいるのに、私のことを誇るでしょうか。そうです。皆さんも天国に行けば33歳の、大人になります。皆さんが捧げた子、皆さんが主を愛してしたこと、使命を果たしたこと、楽器演奏で栄光を返したり、また踊ったりした、そのような全ての子、それを同会女先生が皆さんのことを神様主生徒の御前で誇るでしょう。今日のメッセージを皆さんは心に留めて、いつもそれを実践しますように。全てのことにおいて肉の目ではなく御霊によって思いますように。世に染まることなく心を見守って、真意を心に満たしますように。皆さんの本分を守り、最善を尽くして身を結びますようお願いします。使徒教師部長、
また手術学校の教師、親の方々も今日のメッセージを子どもたちがいつも考えて行いますように助けてくださるようお願いします。このようにメッセージを心に留めて祈って努力していくと、そんなに経たないうちに証があふれるでしょう。信仰が変わるのはもちろん、性格も変わって心の願いにも応えられるでしょう。このように祝福されて神様に栄光を返すことも、万民の誇りになる子どもたちの皆さんになりますよ。主の皆によって祈ります。今日のメッセージを覚えて祈りましょう。愛の父なる神様、感謝いたします。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救い。